技術立国日本、新しく生まれるテクノロジーを進化発展させ日本の明日を担うトップランナーとこの国の明日を語る。この国の行く末2。こんにちは。この番組は金融経済の第一人者北尾さんとともに各界のトップランナーをお招きしまして日本の未来について語り合う番組です。さて北尾さん、今回のゲストはどんな方ですか？今回は番組始まって以来女性の方でしてね。そういえば、はい、でこの方は再生医療と創薬支援事業をメインターゲットされている会社の研究者かつ経営者なんですね。で私も非常にその技術については評価高く評価しています。今回のゲストは株式会社サイヒューズ代表取締役秋枝静香氏。明治大学農学部、九州大学大学院を経た後、九州大学病院整形外科において骨軟骨再生の事業化プロジェクトに従事。これをきっかけとして2010年サイヒューズの立ち上げに加わり、プロジェクトの中心的研究員として活躍。細胞版 3D プリンターとも呼ばれる細胞の3次元積層技術を確立した。2016年より研究開発トップの立場から取締役に就任。5年以上続けるのは至難の業といわれるバイオベンチャーの分野において着実に実績を上げている。そんな秋枝氏との対論で見えてくるこの国の行く末とは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どういうことなんでしょうか、一言で言いますと。そうですね、体の中を構成しております細胞を使って、そして、細胞版の 3D プリンターを使って、立体的な臓器を作るということを行っております。そうなんです。なんか新しすぎてなかなか想像もつかなくもありますけれども、ね、はい、じっくりお伺いしてまいりたいと思います。はい、細胞版の 3D プリンターというふうにおっしゃっていましたけれども、はい、まずはそれでどのようなものを作っているのか教えていただけますか？はい、現在は骨と軟骨、それから血管、神経、肝臓というものをまず実用化を目指して取り組んでいます。今日は持ってきていただいているものがあるんですよね。はい、こちらが細胞版の 3D プリンターで作った血管となります。直径5ミリぐらいかね。そうですね、はい、そうだよね、直径5ミリ。これは何の細胞から作ったものですか？はい、こちらは人の皮膚の細胞から繊維芽細胞と呼ばれる細胞を取り出して、でその細胞を使って、血管を作っているという。血管って言ったら血管の細胞で培養していかないといけないかなと思ったんだけど、皮膚の不思議だね。皮膚の細胞でしばらく時間が経つとだんだんこの皮膚の細胞から血管の細胞に変わっていくんだね。そうですね、変化するっていうことです。そうです、はい、まだここの状況では、血管という形はないんですけれども、そこに血液が流れることによって、実際の血管に置き換わっていくというようなこと。本当言えば自分の皮膚の細胞で自分の血管を作るのが一番いいんです。そういうことですよね、はい、自分ですもんね、はい、あとは例えばその iPS 細胞から何かを作るっていうことも可能なんですか？そうですね、私たちの技術というのは細胞の種類の制限というのはありませんので、iPS であろうと ES 細胞であろうと、何の細胞でも形作り自体はできるという状況です。その制限がないというところも大きなポイントなんじゃないでしょうかね。細胞っていうとね、大体200種類って言われるぐらいいろんな種類があるんだけど、しかし iPS って人工的に作っていってるもんだから、がん化するようなことが最初初期の時点で非常に心配されたわけですよね。そういう意味では安全度はこれが一番高いし、一番フィットする自分の細胞だから、だからそういう意味でこれ画期的な僕は発明じゃないかなと思ってるのね。そうですね、その画期的っていう点ですと、これまではこのように立体的なものを作ることができなかったということなんですか？そうですね、今まではやはり液体状のものであったり薄いシート状のものというのは世の中にいくつかあるんですけれども、どうしても厚みがあるもの、大きなものというのは中に細胞の中にですね、酸素が行き渡らなかったりして、なかなか大きなものはできなかったという背景があります。やはり積み立てることによっていかに細胞を生きたまま大きなものを作るかというところは技術的に非常に難しいところであったと思っています。
その作り方といいますか仕組みというのはどうなってるんですか、どうやって作るんですか。はい、細胞版の 3D プリンターと、はい、もう一つ肝になっておりますのが、こちらに持ってきましたこの剣山ですね、お花の剣山のようなものに、はいはい、見立てて作っておりますけれども、この針の上に細胞を、積み立てて、そして臓器を作っているというような状況です。うわー、でも細いですね。そうですね、実際には 0.1 ミリ以下の針ですので、非常に微細な加工をしていただいて、今現在使用させていただいていると。細胞というのは凝集能力っていうのがあって、こう細胞だんだん固まってくるな、置いとくと、はい、固まって団子状っていうか塊になったやつをこの剣山の針一つ一つにこう刺していく。まさに串団子みたいな感じに刺していくと、そうです、はい、それとまた不思議なんだけど、こう周りこう全部こう仮に刺したとしたら、これが培養するとうまくひっついていくのよ。不思議ですね。だからその凝集力っていうか、自然にそういう力をね、天から授かってる細胞っていうのはものすごいものなんですよ。不思議。アイデア自体は佐賀大学におられます中山先生という先生の技術アイデアであるんですけれども、やはり最初の頃は手作業で臓器を作っていたんですが、やはり限界もあるというところで、なんとか自動化できないかというところで、プリンターの作成に至ったというところですね。佐賀大学医学部、ここで今も研究を続ける中山浩一教授が細胞版 3D プリンターの発案者だ。もともと九州大学の整形外科で、臨床をやった後にですね、軟骨再生の研究をやることになりまして、でその中で細胞が集まってきて団子になる現象に注目したんですね。あまりにもたくさんの細胞が集まっていくと栄養不足になって死んでしまうんですね。なので一旦はちっちゃな団子同士をこうたくさん用意する必要があるんですけれども、一旦団子になってしまって、その細胞の団子同士を集めていくと不思議なことに死なないなということに気づきました。細胞の団子をその積み木のようにして積み上げて立体的にできるんじゃないのかなというふうなアイデアに至った次第ですね。これが研究開発当初に中山教授が自ら作った剣山。この針に細胞の塊を一つ一つ手で刺していたという。最初に剣山を作る時っていうのは非常に試行錯誤が多くて、でその頃はまだこんなものが本当にできるのかと皆さん半信半疑だったので、なかなかですね、協力が得られなくて、で、自分で試作品を作って、でそれがある程度、結果が出るようになるとですね、分かってくれる方っていうのはすぐに分かってくれるようになって、一気に仲間が増えていったというふうな次第ですね。手で細胞の塊を刺していくにはあまりにも手間と時間がかかる。自動化を進めるために製作したのがこの装置。ゲーム機のコントローラーや市販のビデオカメラを利用している。これも中山教授の手作りだ。だが細胞を剣山に刺す精度と速度にはまだまだ改良の余地があった。その問題を解決するため、サイヒューズは大手機械装置メーカーである渋谷工業と共同で細胞版 3D プリンターの開発を進めた。完成したその装置がサイヒューズの東京ラボで使われている。ここは実際に臓器を作る、細胞を培養している育てている場所になります。その立体的にするのはまさにこの装置で立体的にしているということ。それが細胞版 3D プリンターレジェノバ。2012年に完成し、すでに国内外の大学研究機関などに販売されている。作りたい形状をコンピュータ上でデザインすると、あとは機械が自動でその形に細胞を積み上げていく。こちらはチューブ状のデザインを作っておりまして、だいたい1センチぐらいの大きさに時間としてはだいたい3時間ぐらいを予定しています。団子状のところの隙間があるように、これというのは自然につながっている。そうですね、だいたい1週間ぐらいでお団子同士もくっつくので、こちらで成熟工程を進めます。細胞はさまざまな形状にデザインすることが可能だ。血管のようなチューブ状、
はんぺんのようなシート状、格子状にも作ることができる。鍵となるのはサイヒューズが開発した特殊な剣山。作成する臓器の種類によってさまざまな形状の剣山が開発されている。この手法はまさに剣山メソッドと名付けられ、その名は世界にも浸透しつつある。剣山っていう、そもそもお花で使うものが日本に伝統的にあったから、うん、そういう着想も生まれたかもしれないね。そうですね、はい、剣山で作るっていう着想自身もその中山先生の発想なんですか？そうですね、はい、中山先生自体が整形外科のお医者さんでして、まあ、先生のアイデアというのは骨折をした時には、まあ、骨を針でプレートで留めておくでしょうと。でくっついたらそのプレートは取りますよねと、まあ、そういう発想で細胞も何かくっつくまで仮止めしておきましょう。でくっついたら針から抜いて形作りをしましょうという、はい、そういうアイデアから生まれたものになります。あ、すごい。じゃあ最終的にその剣山抜いたらもう出来上がったものが、はい、ただまあ抜いたすぐには針穴がまだ開いてますので、うん、穴が塞がったところで完成という形になります。で実際も剣山って呼んでるんですね。そうですね、はい、まあ、海外の展示会や学会それから論文等でももう剣山ということで、最近では剣山メソッドという方法で論文にもあのいくつか取り上げられていただいています。はあ、じゃあまさに日本ならではというところですよ ね、はい、この技術といいますかを使ってその細胞、まあ、臓器を作るところまでいくの今どれぐらいの段階というか。そうですね、今は早いシリーズですとあの人に実際に移植もしておりますけれども、まだまだこの先治験を行って承認を取るまでというのは少し長い年月と、まあ、費用も当然かかっていきます。うん、まずはこの出来上がりの状況ね、さっきの血管のやっぱり血管とか神経だとか、あ、まあ、骨軟骨、はい、これにがまず第一アプリケーションだろう ね。でこれはものすごい僕実は血管なんか大事なんですよ、うんうん、例えば透析患者さんね、この血管ね週に 2,3 回こう針刺すと、はい、もう血管がボロボロになっていくんです、うん、それ今の人工血管で仮に置き換えるとね、人工血管って注射針で穴開けたのはすぐ塞がらないんです、今の人工血管は、うん、これはだけど生きてる細胞だから。そうですね、だからもう普通の弾力性っていうものを普通の血管と同じように持ってると、うんうん、でその面でねもう透析患者さんにとっては福音なんですよ。ものすごいこれだけでも僕は需要があると思いますよ。中山教授も透析患者における血管再生の重要性を指摘している、はい、今実際にあの実用化されている人工血管というのはテフロンとかですね、ポリマーなんかでできているそうなんですけれども、やはりあの週に3回太い針をですね刺さないといけないんですけれども、針穴がなかなか塞がらない、ないので長年使っていくと入れ替えないといけないですね。でしかもあの週に何回も針を刺されますので、やはりばい菌にですね触れる確率が高まります。まあ、そういったところでご自身の細胞で血管ができると、針穴が塞がりやすいとか血が止まりやすい、そしてばい菌に強いですね、血管ができると、まあ、より多くの方に喜んでいただけるかなと思っています。人間のですね皮膚の細胞で、プリントしたチューブを豚の、血管につなぎますと、だいたい1月ぐらい経つとですね正常の豚の血管の細胞が入ってきて、もう組織としてはほぼ正常の血管が再生できているというところが確認できております。で今までは例えばその先ほど言った樹脂であったりセラミックなどでその血管だったり、まあ、人工の関節を作っているケースがだったと思うんですけれども、はい、それがその細胞 100% になるとどういったところにその強度も含めあの違いが出てくるんですか。はい、まあ、やはり人工物というものを体の中に移植しますと、まあ、それなりにやはり違和感であったり異物反応拒絶反応というものが起こるかと思うんですね。ただ私たちの製品というのはご自身の細胞で作った臓器ですので、まあ、拒絶反応はもちろんありませんし、生体親和性というものが非常に高いですので、うん、まあ、自分の本当の臓器に置き換わるというところが、まあ、一番のメリットかなと思っています。まあ、移植した後に実際に血液が流れて自分の組織に徐々に置き換わっていくというようなイメージです。うん、例えばじゃあ神経みたいなものでもできるんですか、はい、置き換えられる。そうですね、はい、現在今京都大学さんと一緒に共同研究を行わせていただいているんですけれども、そこでは神経を再生させることが今可能になっております。
脊髄損傷だとかちょっとした手切って神経つながないか、はい、こういうところからの、まあ、これだってね手で感じれるようになるように切れたらならないわけですから、うん、できるんです。もうちょっとです。これはあそれもうちょっとそうですね、はい、完全に再生して本当に機能が再生するまでというところはしっかりと確認しながらリハビリテーションと組み合わせてですね、行っています。神経が通るってことですか、ちゃんと。そうですね、はい、はあ、それは本当にすごいですね。で歩けない、まあ、あの脊髄損傷なんかでね人が将来的にはこれで歩けるようになるかもしれない。そうですね、うん、例えばその形であったり、はい、大きさっていうのは何でもできるんですか。そうですね、まあ、何でもというわけではないんですけれども、はい、ある程度は、まあ、あのサイズなり形状というのはアレンジが可能です。どれぐらい、例えば文字みたいな全然違うような。そうですね、デザインだけであれば、あの文字であったり形、写真であったりというものは可能です。さまざまな形の細胞を作ることができるという細胞版 3D プリンター。これを使って BS という文字とフジテレビのロゴの細胞が作れるかどうか依頼してみた。普段はこのような形はあまりしないのですが、例えば細かいデザインということで文字を書いたり絵を作ったりということも可能になっています。細胞のお団子が入ったプレートをこちらにセットしまして、でスタートさせますとこちらの小さな剣山の上に細胞をピックアップして一つずつ積み重ねていきます。細胞の積み上げはすべて自動。プログラムされた通りの形が剣山に出来上がっていく。およそ20分後、完成品がこちらになります。細胞で文字とロゴを作ることができた。大きい組織を作ってなかなか難しいので、まあ、血管だったり軟骨だったり部分的な小さい部分からだんだん大きなものにしていけたらいいなと思っています。まあ、自分がやってる研究が、まあ、患者様のためになるかもしれないっていうところにつながるって考えるととてもやりがいを感じています。大きさはどれぐらい、大小、まあ、小さいもの大きいもの、ですね、まずこの剣山のサイズというものに依存してますので、まあ、最小単位が5センチぐらいです。ただその作ったものをさらにつなぎ合わせて長くしていくことは可能ですので、まあ、連結させることによって大きなものを作るというのは可能です。うん、あとはそうか、あの例えば費用との兼ね合いであったりとか、はい、技術的に理論上は別にどういうものでもできるっていうことです。費用の点で言えばおそらくこういうものでは培養期間が長ければ長いほど費用はかかるんです、はい、だから培養期間をできるだけ短くする、うん、これ一つの僕は費用を減らす方法だと思いますね。おっしゃる通りです。大量の細胞を使いますのでそこまで増やす過程というのが月日がかかりますので、まあ、いかにして早く大量の細胞を準備できるかというところは一つ肝になっています。サイヒューズでは骨軟骨の細胞を作ることにも成功している。例えば骨と軟骨が同時に損傷している患者がいたとする。その損傷部分に細胞版 3D プリンターで作った立体的な細胞を埋め込む。すると元は一つだったその細胞は時間の経過とともに骨と軟骨の細胞へと自然に分化していくという。生きた細胞を移植することで骨と軟骨が自ら再生していくのだ。これ人間の体の神秘ですね。なんでというか、やっぱり細胞は賢いと思っていまして、まあ、そこに移植されると細胞は自分は何になるんだということをこう刺激を受けながら感じ取ってそこに分化していってるんだろうなと思っています。うん、昔はシャーレの中でこだわって、まあ、本当に硬い骨を作ろうということで取り組んでいたんですけれども、まあ、ある時そんなにこだわらずにそのまんま移植してみようということで移植したら、やはり細胞がまあ勝手にと言ったらですけれども自然に分化していったと。うん、臓器そのもの移植、いずれはいつかはその移植に向かっていたりとか、そうですね、はい、それ以外のこう活用方法っていうのがあるんですか。創薬の分野でもよく使われておりまして、まあ、小さな肝臓を作って、でそこに新しく開発した薬をかけていただいて、まあ、どのような代謝を行っているかとかですね、どのような解毒作用があるかということを、まあ、こう調べるために使っていただいているところもあります。例えばこれ人の細胞だから動物でうまくしても人でうまくしないケースってたくさんあるわけでね、はい、うん、そういう意味で人の細胞で本当にうまくするかが
実験できるっていう。そうですね。しかもさらにはその個人に合うかどうかっていうところまで実験することができるっていうことですもんね。それはすごい。あと例えばじゃあそれまで の, そのセラミックだったら違ったもので生きた細胞じゃないもので作ったものの場合、耐性があって例えば取り替えるというようなこともあるんですけど、それは必要なくなってくるってことですか？ないですね。やはり小さなお子さんですと、まあ、人工関節成長するにつれて、はい、まあ、入れ替え作業というものがありますけれども、我々のものはやっぱり患者さんご自身の細胞でできてますので、成長に合わせておそらく、まあ、分化して成長していくんではないかなと。勝手に成長した、それまだこれからですので、まだ保証はできませんけれども、じゃあ本当にこれからという感じ。だからさっき細胞賢いとおっしゃられたけどね、本当にこれ我々の体って60兆億を超えるような細胞群からなってるんだけど、本当に賢いんですよ細胞。賢い。そうですね、やはり日々その細胞の凄さに驚くようなことも今もありますか？そうですね、もう毎日毎日細胞をこう培養しながら可愛くてたまらないんですけど。あ、そうなんですね、はい、本当に細胞って賢いですし、まあ、やっぱり私たちが思っている以上に、まあ、自然の形で、まあ、自然に逆らってはいけないと思ってますので、自然にやっぱり増殖するところを見守って、うん、なるべく私たちは刺激をしないように、ね、自然に育っていただけるように培養しています。でやはり自分に移植されて嬉しいもの、家族に移植して嬉しいものっていうものを作りたいと思ってますので、自然現象を使った細胞凝集現象という自然現象を使って、で自然な形で細胞を増やして、そして組み立てて自然な臓器を作って、まず最後に私たちに戻すというのがやっぱりあるべき姿かなと思っています。いや、その通りですよ ね、 そうですね。自然がやっぱり一番我々の体って受け入れられやすいんですよ。会社設立から8年が経過、細胞版 3D プリンターを開発し、すでに販売も始めているサイヒューズ。この先秋枝が目指しているのは、細胞で作った臓器そのものの販売だ。まだなかなかこの細胞製品を販売するまでには時間もかかります。治験を行って承認を取って、その後にというところになりますので、目先としては今 3D プリンターを少しずつ販売して、この検算消耗品として販売して、そして受託の研究を少しずついただけるようになってますので、そこで少しずつビジネスが成り立ってきてるかなと思っています。将来はやはり私たちは臓器であり組織を販売していきたいと思っています。今 3D プリンターはどこが使っている形になるんですか？まあ、主に大学さんですとか研究機関の方々が多くあります。そして最終的には例えば臓器そのものも受け負うというような感じに、はい、そうですね、まあ、将来的にやはり大きな臓器を作っていきたいと思いますけれども、やはり先ほど北尾さんおっしゃったように細胞をたくさん準備するとかですね、そういう製造設備をきちんと整えなければいけないというような課題もありますので、まあ、そこは日本代表のチームをこう構成しながら取り組みたいなと思っています。僕はね、その例えば心臓なら心臓とかだんだん大きくなったり分厚くなったりするとね、その細胞に栄養や酸素を送るためには、いわゆる血管網が必要になってくるわけですよね。その血管網も合わせて作らないと、これも機能しない、はい、これが通常の血管だ神経だというような感情のやつは、それ自体もものすごく大きなディマンドあると思うんだけど、この臓器っていうことになってくるとね、そういう血管網も合わせていかないといかんと、それができるのかどうかっていうのが大きな課題かなと思って考えてたんだけどね。そうですね、どうですか、そうですね、ここまでのハードルって感じは、はい、非常に難しいとは思うんですけれども、血管網を作る内視細胞というものが準備できれば、私たちは技術的には可能だと思っています。で、一緒に同時並行的にやっちゃうわけだ。そうですね、はい、全てやっぱりでも自社で全てができるわけではありませんので、まあ、得意とする会社さんにご協力をいただいて、そこで、やっぱり協力体制を組んで、今開発を行っていると。さまざまなものが一緒になって新しいものを生み出す、そういうステージに今は来てるんです。だからいろんなところとアライアンスを組みながら、目標を同じにして知恵を絞るということになるんですよね。いろんなところに働きかけたり調べたり、または
申し出を受けることもあるかと思うんですけれども、ね、はい、本当にありがたいことにいろいろな方々、まあ、企業の方々とかですね、本当にたくさん お支えいただいています。やっぱり持ちは持ちではないですけれども、得意とする分野の方々に、例えば、まあ、シャーレ一つでも得意な会社さんにお願いしたり、細胞を大量に増やすところは大量に増やすのは得意な会社さんにお願いしたり、またはやっぱり細胞を運ばないといけませんので、航空会社さんにご協力いただいたりということで、私たちにできることっていうのはものを作ることなんですけれども、その周辺のところというのは本当にいろんなパートナーの皆様方にお支えいただいて今があるなと思っています。例えば本当に具体的に心臓とか肺っていうふうに、いずれは作ることは可能なんですか？作れるように頑張っていきたいなと思っています。はい、一番作るのが難しい臓器って何なんですか？やはり脳、神経がつながってきちんと記憶まで、再生できるかというところについてはかなりハードルは高いかなと思ってますけれども。そうですね、お話伺ってると、いずれ構造機を工場で生産することができる日が来るんで、まさに、そのミニ工場みたいなものは今作ろうとしています。日本国挙げて全体でそういう取り組みがありますので、やはり臓器を作れるような工場というものができてくれば非常に魅力的だなと思っています。